そこで見つけたセカンドライダー。孤独な夜が明けるまでがむしろに走り続ける。星空を睨みつけてショー Just away Just away。その声が響き渡って野良犬たちが群れをなすパーツ。なりふり構わない思念を今 Shadow sound Shadow sound Tonight。こんにちは、ケンザキシタです。2024年明けましておめでとうございます。この度2024年、一発目のリリースとなります、ナイトパーク、ケンザキシタバージョンっていうのを、リリースいたします。まあ結構毎回デジタルリリースの方と、CD 版と DVD とで、毎回こう去年今年とリリースはしてきたんですけど、今回の、ナイトパーク、検索したバージョンに関しては、CD と、DVD の、のみとなります。まあ、この曲はね、まあ、検索したバージョンって、タイトルにも出てる通り、もともとはナイトパークっていう、オリジナル曲、自分検索したと、俳優の、マセショータと2人でコラボレーションで、出した、曲の、今回は、僕バージョンということで、まあ、僕バージョンというか、その、二人でね、出したナイトパークに関しては、まあ、こう、バースごとにというか、まあ、一番が、マセショータ、二番が自分っていう形で、こう、リリックを起こして、で、まあ、ざっくりね、自分と、マセショータ、まあ、もともとこう、代々木公園という場所でね、公園でこう寝泊まりしてたというか、まあ、ホームレスの経験がそれぞれ別の時期であって、でまあそこからね得たものだったりとか、まあ、そうなってしまったホームレスをやったきっかけとかなんかもそうなんですけれども、ちょっとそういうのをね詰め込んで2人でこう合作で、まあ、同じそういう、経験の共通点があったんで、ナイトパークというような、まあ本当にだからこうナイトパーク夜の公園ということでね、まあ、代々木公園の夜をお互い何度もね越してきたんですけれども、まあそれをナイトマセショータと検索したで出した今回はトラックもそのままで検索したとして全バースのリリックを起こさせていただきました。まあ内容的には結構こうオリジナルのマセショータとやった方に関しては、まあ自分がどういう意思でどういう思いでまあホームレスという道を歩んだのか、でそこからこう見出したものみたいなものを書いたんですけれども、今回は一人で全部歌詞が書けたということで、もうちょっとこう深掘りした、感じで曲の方は書いてます。でホームレスをして代々木公園で、で具体的になんかこう何を見て自分の中でこう何かこうまあね、それまでの常識とかそれまでのこととか本当覆って、まあ、そういったもう本当にこう第二の人生をスタート切るんだと思わせてくれたぐらいのきっかけがそこにはあって、でそういったことを具体的にも今回は書かせていただきました。まあそういうわけで、ナイトパーク検索騎士団バージョンというタイトルが、ついてます。まあ、トラックはね前回同様なんですけれども、同じトラックなんでね、こうヒップホップなんかの、ラップトラックなんかを結構いろいろなアーティストさんにも提供しているのりあき渡辺さんが、起こしてくれたトラックを、まあ、引き続き検索バージョンの方でも使わせていただいてます。まあ、すごいなんかこう暗い、一見まあ本当に暗い曲なんですけれども、でもなんかその中に希望とか力強さとか開けていくような形があったりと、すごくこうまあループもののねヒップホップトラックだったりはするんですけども、その中にねなんかこうほんのりとこう刺す光というか希望の光というか、そういったものもなんかこうトラックの中に詰まっているような素敵なトラックで、まあ、そこに今回は書かせていただきました。ぜひね、まあ、ちょっと今回に関してはデジタルリリースがないので、会場もしくはこう通販での限定販売になりますけれども、ぜひぜひお手に取って、まあ、その中に、一応音源 と、まあ、CD の方は音源、そして、DVD の方は、これのまた新しいね今回の検索シダバージョンのミュージックビデオ、そして、ライブ DVD とライブ映像とがセットになったものが、
販売されますので、ぜひぜひあのチェックの方してください。よろしくお願いします。以上、検索記者でした。